之助、父はな、父は母のいないお前のために浜茶屋を訪れた女のお客さんに無理に頼み込んで、そうやってお前をあやしてもらっておったのだ。あ、おとだ。おやじ。そしてわしは妻を忘れよう、忘れようと努力した。その努力の甲斐あって、わしは綺麗さっぱり忘れてしまったのじゃ。